抜け fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる残念だが不正解だな。え？え？今五問目だぞ。何？ひーふーみー。あら。ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという。それが真の五問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。聞こえたぞ地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳なんちゃって。お前ギャグのセンスないの。まあええわい。海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキューエマノちゃん。お前やっぱりわしを尊敬しとらんな。そんなことねえよ。ねえです。まあええわい。さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくる。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの。いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。
サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。お腹すいた。何か食べ物。あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。お腹すいた、お腹すいたよ。あのクソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。
なんということだ。なぜあのガキが大猿に。魔漢光殺法。あっ、ほ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 っ、魔漢光殺法。完全に暴走していやがる。これではこちらの声など届くまい。ほっ、ほっ、とんでもないパワーだ。俺の攻撃は効いているのか。ほっ、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 魔漢光殺法。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。お母さんの肉まん食べたいな。お腹ペコペコだよ。なんだおみやは。ん？いや、見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだな。いや、あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことはもしかしておみやが悟空の息子きゃ。うん、僕孫悟飯。ほんではやんじろべ。悟空のやつとは
腐れ縁みてえなもんだないや。はピッコロに目つけられるとは、おみゃもう大変だないや。いやな、俺もうブルマからよ、サン君の息子がさらわれて大変なのよ、助けてあげなさいよなんてガミガミ言われてまってよ、助けに来たってわけだじゃ。でも迷ってまってな、全然お宮が見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、お宮さんラッキーだったなんや。うん、ここじゃ飯にも困るだがや。えい、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな、俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ、お宮を連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ、狩りのコツはちゃんと教えるでよ。いや、そんじゃ早速実践だや。お宮には言う通り狩りをしてきてもらうでよ。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。八次郎兵衛さん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。力が湧いてくる。鹿に見つからないように後ろから近づかないと。はっ、これなら大丈夫だわ。おめえなら一人でも生きていける。うん。帰っちゃうの？これでもよ。今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。なんだ、サイヤ人どもはまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。